サタンソウ、ミラジェーン・アレグリア。これ。やめるんだ、インベル。連続流の炎熱地獄、炎の滅流魔法。メスだマスター。戦闘準備じゃ。フィオーレの形がおかしい。初めて使う魔法だったけど、うまくいったみたいね。とりあえず陛下はギルドへ。アクノロギアは海の向こうにでもいるのかしら。こやつ一体どこから。な、何者だ。グレイ、ジュビア、ナツ、ルーシーにハッピーも、エルザも一緒か。ああ、ひでえ怪我だけどな。たった1秒も持たんだと。なんて強さだ。たぁ、きせぇ姫様。つまらぬな、この感覚。黄色の髪、まさかの。ドロイ、アイリン隊賛成する。ジェネットさん、ハイネさん、お待ちしておりました。かわいい。どっちが先に殺すか勝負する。ギルドに向かってみんな集めなさい。敵の魔法でバラバラになっちゃったけど、一つになる時、メイピスがピッチなのよ。あなたたちの母なる存在よ。今すぐギルドに向かって、メイピスを守りなさい。高圧的すぎるんだよ。もっとこう愛らしい感じに言えねえのか。本当に初代の友達なのかよ。カジル来たじゃ、野郎ども北へ向かえ。これ、ネバネバする。アイリン隊のハイネとジュリエット相手に一人で十分。バカめ。ジュリエットとハイネだけどね。この粘液、肌が焼ける。最初から本気を見せるバカがいるか。だよね。サタンソウ、ミラジェーン・アレグリア。やばいよこいつ、魔力で海の水が干上がってる。でも、うわあ、ありえない。恐ろしい魔導士がいるなんて。私の子たちを随分と可愛がってくれたようね。まずはその美しい白い肌をボロ雑巾のように醜くしてやろう。目を背けたくなるような肉塊になるまでな。あまり良い趣味とは言えぬな。あら、お久しぶりですわ、オーガスト様。ブランディッシュも一緒なの。アクノロギアは一時退けた。陛下はフェアリーテイルへ送った。これはスプリガン12総長である私の決断だ。
けど、私の子を傷つけたあの娘の始末だけは。あの厄災と言われたオーガスト様がなんとお優しい。いいですわ、参りましょうか。空のお姉様、私に妹なんていないぞ。私ずっと探してたんですよ。幼い頃、悪い人たちに連れて行かれてしまったお姉様を。いつも、いつも私をかばってくれたお姉様が大好きで、私、人違いだぞ。だからいつか、私の罪が許されることがあったら、妹を抱きしめてあげるんだぞ。生きていてくれるだけで、十分です。姉妹っていいですね。ミラネー、やっぱり私ミラネーを置いては。ミラネー、それよりもリサーナ、急いでギルドに向かわなきゃ。分かってる。お前は大事な捕虜なんだ。逃がしたらオババになんて言われることか。迎えに来たよ、ディマリア。ラーケイド、ラーケイド、ドラグニル。君とこうして会うのは100年ぶりくらいかな。95年ぶりです。やめるんだ、インデル。フェアリーハートが使ってはいけない魔法だということは、メイビスが一番よくわかっている。たとえ僕を殺すためでも使うことはないよ、インベル。は。これは仕方ないな。君は本当に心配性だね。国の執政官として、当然の判断です。見てごらん。君の仲間たちはギルドと君を取り戻すためにここに向かってくる。果たしてここを突破できるだろうか。二度目はねえからよ。無論。ランディ。マリー。いいものですね、友情というのは。オーガストさんはいつも私にだけ冷たい。何なの？すごい異質。ラーケイドは僕の秘密兵器さ。アクノロギアを倒せる可能性さえ持っている。100万の兵、12の集結。壮観ですわね。アイリーン。何？この魔力。君にやってほしいことは、分離エンチャントだ。分かってますわ。その娘の中にあるフェアリーハートを取り出すのね。こっちは完璧な布陣だ。向かってこれるかい、フェアリーテイル。君たちに明日は与えない。今は眠れ、友達よ。いや、最後なんかにしねえぞ。そうだよ、オイラたちまだまだやれるんだ。行こう、夏。ああ。さすがにこの数相手に無策で突撃するわけにはいかない。しかし、ああ、みんなが来るって分かってるんだ。こんなに頼もしいことはねえ。どっちが先にゼルフ倒すか勝負すっか、夏。よーし、燃えてきたぞ。行くぞ、ギルドへ帰るんだ。炎竜王の王冠。
数で攻めてきたのか。イカれてやがる。お待たせしました。ウェンディ、シャーレル、フェアリーテイルの皆様、加勢します。私も手伝ってあげるぞ。エルフマンだよな。じっちゃん、カナ、みんな、連続流の炎熱地獄、炎の滅流魔法。メスだ。炎と水の魔法を同時に。この水すごい魔力、それに炎が混ざって、暴風流の金風老月だ。なんだ今のは。魔法が消え、いや割れた。よう、ギルダーズ！腹減ってんだ、早くギルドに帰らせろや。